阪神タイガース岡田監督が佐藤輝明選手にこのまま終わってしまうんじゃないかというような発言がありまして、かなり話題になっています。そして矢野元監督の佐藤輝明選手に対してのかなり気になるコメント、こちらもご紹介しています。そして結局なんで佐藤輝明選手は打撃状態上がってこないのか、こちらも見ていきましょう。まず佐藤輝明選手、振り返ってみるとドラフト1位で阪神タイガースに入団して、オープン戦でものすごいホームランを何本も打って、1年目は荒削りながらも打率が2割3分8厘で24本のホームランを放ちました。しかし三振率の高さであったり確率の低さ、このあたりかなり様々な課題が残りましたね。ノーヒットの時期っていうのもかなり多かったし、やっぱり荒削りじゃダメだというような感じでいろんな修正の声っていうのも上がっていました。そして2年目に入ってホームラン数こそ減ってしまったんですけれども、打率、出塁率、OPS などは1年目と比べると大幅に成長しています。それでも佐藤輝明は OPS とか打率とか上がったなって、その部分が評価されたことっていうのはほとんどなくて、むしろ批判的な意見っていうのがかなり多かったですね。ホームランが減ってしまった、豪快なスイングが見られなくなってしまった、こういうのを期待していたわけじゃないんだと、まあ、いろんな意見があったわけなんですけれども、やっぱりそういった意見も見ても周囲の佐藤選手に求めるハードルっていうのがものすごく高いということがわかりますね。やっぱりドラフト1位であること、そしてオープン戦でも1年目でもかなりホームランを打ったということが、佐藤輝明選手の期待っていうのをものすごく大きくしてしまったわけですね。そして2023年に入って、6月は打率が1割台、7月は打率が0割台とかなり苦戦している状況ではあります。まあ、ただホームランとしては9本出ていますし、OPS も 0.7 を超えているということで、通常であれば佐藤輝明選手今年は苦しんでるな、こっから上がってきてくれないかなと、まあ、そういった声が多くなりそうなんですけれども、現状としてはかなり批判的な意見が多く、もう佐藤輝明選手これ以上上がってこないだろう、選手変えた方がいいだろうとか、まあ、いろんな声が上がっていて、やっぱり佐藤輝明選手への期待が大きいっていうことがこうした批判的な意見にもつながっていると思いますし、そして佐藤輝明選手の練習態度とか、まあ、ふてぶてしい態度とか、ああいったところが批判の声にもつながってしまっているんじゃないかなというふうにも思います。では岡田監督はここで終わってしまうかというような話もありまして、こちらも見ていきます。岡田監督は7月10日これまでにないほどかなり厳しいコメントになっています。佐藤輝明選手について、打てそうにないな、あんまな、俺はそう思うな、なんかこうそら姿なということですね。まあ7月に入ってから、まあ、確かに佐藤輝明選手もう打率が0割6分7厘15打数1安打と、まあ、6月も1割7分9厘ですから、かなり状態が悪いっていうのは間違いないですね。そして記者から渡辺亮選手のスタメン起用の話もあったんですけれども、それやったら終わってしまうやんか、別に俺は噛めへんけど俺は終わってしまうと思うよ今度は、というコメントなんですね。この俺は終わってしまっても構わないけどっていうコメントが、まあちょっとトゲがあるというか、まあ、厳しいコメントにはなっていますね。そして今後についても、お使う使う、それは両方見たいよ、打つのも見たいし打てんのも見たい、対応的にはのそら今まで打てんかったのな、打てんかったのを見てきたんやから、それを今度はどう打っていくかやな、それはもうゲームの中でしか見られへんやんか、練習でええとか悪いとかそういうの関係ないからの、こんだけ試合出ててという話になっています。やっぱりもう試合でヒットを打ってほしい、試合でホームランを打ってほしい、岡田監督も、まあ、そういった気持ちっていうのは間違いなくあるけれども、そうならずになかなかもう成績が上がってこなかったらっていうことも、まあ、ある程度頭の中では考えているっていうようなコメントになっていますね。そしてもっと A 選手であかんようになったのいっぱいおるやんかと、まあ、これについてはキャンプの時にも、まあ、おそらくおっしゃっていたことだと思うんですけれども、佐藤輝明選手みたいに期待されても、まあ、それでもブレイクできなかった、伸び悩んでしまった選手がいっぱいいるからこそ、まあ、なんとか頑張らなければいけないという一方で、ちょっとだけ諦めっていうような気持ちも岡田監督の中で出てきたのかなっていうようなコメントにも見えますね。では矢野元監督の佐藤選手への気になるコメントを見ていきましょう。矢野元監督は今シーズンの開幕前にちょっと気になるコメントをしています。皆さんが思っているよりもすごい考えていると思います。同じような三振もありますが、テルはテルなりにすごい考えていて、自分の映像とかもよく見ています。何もしないであそこに立っているわけではないと、まあ、佐藤輝明選手は考えてプレーしているということを、まあ、擁護はしているんですね。まあ、一方で佐藤輝明選手が、まあ、なんでなかなかこう登っていかないかっていうところのコメントとして、テルは無駄が嫌なんですよね。効率よく行きたいというか、前段階でこれがいいと信じないとなかなか動かないというところがあるのではというふうに思っていたという話があるんですね。まあ、よく言えば自分が強い、
まあ、悪く言うと頑固というような感じではありますね。なので矢野さんも監督時代に佐藤輝明選手に、無駄なところにこそヒントやチャンスはあるぞ、最短最速のトレーニング効率はもちろん求めていいけれども、それだけでは本当に強い精神や体、本物の技術はなかなか見つからないぞと伝えたという話がありました。そこが伸びしろだと思いますね。ある意味これまでそういうことをやっていなくて今の能力なんで、ここから突き抜けるためにはチャレンジしてこなかったところにどれだけ取り組めるか、それがあいつのためになるのではないかというコメントなんですね。まあ、つまりいろんな意見とか、まあ、いろんなアドバイスっていうのを柔軟に取り入れていって、まあ、変わっていくとか、まあ、自分がここはいらないだろうとか、まあ、ここは必要ないだろうっていうところにもアプローチしていって変わっていくことが必要なんじゃないかという矢野元監督のコメントになっています。では佐藤輝明選手を擁護する OB の声もあると、こちらも見ていきます。佐藤輝明選手には批判的な声っていうのがかなり多いんですけれども、擁護する声っていうのも上がっています。広沢さんは、結果が出ない落ち込んでいる選手にけなすのではなく応援してやってほしい、今の子は落ち込んでいる時に励ましてあげないといけないんですよ、というコメントになっています。まあ、確かに佐藤輝明選手を批判する声っていうのはものすごく多くて、擁護する声がかなり少ないので、まあ、そういった選手、頑張っている選手を応援してあげてほしいということですね。そして同じ大学の糸井義雄さんは、長い野球人生を考えれば今回の二軍落ちは絶対に必要な時間やと思います。例えばソフトバンクの柳田選手なんかは、最初の2年間1、2軍を行ったり来たりして、ファームでもたくさんの三振をしていました。その経験を経てあれだけの選手になれた。僕も投手を諦めて打者になって初めて1軍で打席に立った時に、こんな球打てるかって、そういう壁を乗り越えてきたんです。これは誰もが通る道。てるちゃんの大きな財産は1年目からそういう経験を1軍でできていることです。そんな選手は一握りしかいないんですから、と。確かに佐藤輝明選手は大卒ドラフト1位とはいえ、1年目からあれだけの成績を残して2年連続活躍して、して3年目はもう主軸と、まあ、素晴らしいステップを踏んできたわけで、だからこそ、まあ、こうした壁にぶつかって批判的な意見も受けているということですね。まあ、順調すぎる成長曲線だったからこそ叩かれているという部分もあるので、まあ、ここから乗り越えていってほしいということですね。では結局なぜ佐藤輝明選手の打撃の状態というのが上がっていかないのか、こちらを見ていきます。結局なぜ佐藤輝明選手は成績が思うように上がっていかないのかというところですけれども、 OB の藤田平さんは、タイミングが合っていない、まだ遅れ気味だ、フォームなどの形より打撃で一番大事なポイントはタイミング、遅れているのであれば例えば打撃指導を早くするなど工夫していかなければいけないと、現状としては2軍に落ちる前と変わっていないというコメントになっていました。そしてタイミングの合わせ方というのは第三者から伝えることが難しい部分でもある、だからこそ普段の練習から自分に合ったタイミングの取り方を探り見つけていくことが大事なのだというコメントになっています。これまでも福留さんとか松井秀喜さんとか高橋由伸さんとか、様々な OB から指摘されているのが、いろんなボールをどうしても追いかけすぎてしまう、そして迷ってしまう、だからこそ自分の狙った球だけをフルスイングする、狙い球を絞る、配球を読むとか、まあそういったところをした上で、本当に自分が打てると自信を持って振れるところだけをフルスイングするというところが何度も指摘されておりまして、やっぱりこのあたりっていうのがもう佐藤輝明選手の改善の鍵になってくるっていうのは間違いないと思います。1年目のオープン戦の何も怖がらないフルスイング、そして豪快な打球、ホームラン、まあ、あのあたりっていうのがやっぱり皆さんの頭の中にも残っていると思うんですけれども、まあしたところが佐藤輝明選手の本当にいいところなのかなと思います。もちろん主軸としてチームでの立場も変わっていって、佐藤輝明選手はフルスイングをするだけではいけないという立場になってきたのかもしれないんですけれども、まあ、こうした指摘っていうのがまあかなりたくさんありますので、このあたりがもしかしたら佐藤輝明選手重要になってくるかもしれません。以上です。